シチズン、クリスタルセブン、デイデイト。1970年代、自動巻き。今回ご紹介するのは、シチズンのクリスタルセブンです。クリスタルセブンは、国産自動巻き史上初の薄型自動巻きとして、1965年に登場しました。文字盤パターンや一数など、バリエーションが豊富なシリーズとして、長きにわたりリリースされ、復刻版が出るなど、人気を博しました。本品は、そんなクリスタルセブンの23席モデルです。文字盤はブラックカラー。視認性に優れた全数字のインデックスと夜光付きバーハンドの組み合わせ。3時1にデイト、12時1に曜日が配されたセパレートカレンダー仕様。細かなディティールにこだわりを感じさせる精悍な風防です。風防は、その名の通りクリスタルガラスを採用。SS ケースはラウンド型。裏蓋はスクリューバックです。シチズンの7レンジビリーブレスを装着した国産アンティークの魅力が詰まった一品です。操作方法。右サイドにあるつまみがリューズです。そのままのポジションで手巻きができます。自動巻きの時計ですが、針が止まっている場合などは、時計本体を小中で軽く振り、手動でリューズを巻き上げて、針が動いていることを確認してご使用ください。リューズは、右回し、時計回りに指先の腹で前方に押し出すようにして巻き上げます。できるだけゆっくり優しく巻き上げてください。リューズを1段引いて回すとデイトがチェンジ、2段引いて回すと針が動いて時刻調整ができます。ハック機能、秒針停止はありません。曜日は針を回して調整します。この時計の外観コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。また、お気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託、アンティーウォッチマンがお送りしました。